picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、私の40年来のお友達でラスベガス大全という日本語でラスベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけども、そこのミスターベガスが今日の撮影者で、お願いしてます。カメラマンです。今日は萌花選手イーブン以内で回ったらラスベガス大全および、リンゴルフから100ドルずつ賞金およびゴールマッチで勝ったら、リンゴルフから100賞金出ますので、頑張ります。はい、15番ホール、緩やかに左に曲がっているドッグレッグの、萌花プロのティーショットです。ナイスショットです。ど真ん中です。おー、ナイス。おー、右に出し、それ右じゃない、ダメじゃないですね。あ、いや大丈夫じゃないかもよ。かなり右、右に落ちたよね。バンカーで止まってます。砂漠みたいなとこね。あれデザートエリアです。竹内さんは右に大きく曲げてこのブッシュの中に入ってたのでアンプレアブルにしてこっから3打目を打ちます。残り200ヤードです。お、まあまあいいショットだけど左に、でかいじゃないの、距離的には距離的には届いてますけど左です。どこに落ちたの、左、あ、戻ってきました。あれいいんじゃないですか。左奥、萌花プロ116ヤードセカンドショットです。9番アイアンでいきます。旗まっすぐです。いいところ乗ってるように見えるんですが縦位置なのでどれぐらい近いかはちょっと行ってみないと分かりません。萌花プロは旗手前 1.5 メートルぐらい、2メートルぐらいですかね、乗ってます。2オンです。バーディーチャンス。一方竹内さんはアンプレアブルからグリーン左奥20メートルぐらいの超ロングパットです。10メートルじゃない、これ30メートルぐらいあるじゃん。おお、ナイス距離感ですね。1メートル以内につけました。ナイスパットです。まだ分かんないじゃない。萌花プロここに2オンで入れれば勝ちです。バーディーパットです。惜しい、惜しくも外れてパー。竹内さんは1メートルのこれを入れてボギーです。ハンデホールなので入れればこのホール引き分け。おお、引き分けました。おお、よかった。あの長いの、ここは7番ホール、16番ホールなのでパー4、ハンディキャップナンバー2、バンカーとか後半の7番目です。狙いは左バンカー右エッジ。ナイスショー。ちょっと右っぽいよ。バンカー超えるでしょ。バンカー超えたと思うけどな。バンカーも左っぽい。16番ホール、竹内さんのボギーでしのぎたいティーショットです。おお、右に打ち出して大きくドローがかかってます。バンカー超えたかな。いや、ドローかかってバンカーの左ってない。萌花プロ115ヤード9番アイアンでセカンドショットです。旗まっすぐです。ナイス。あ、大きいですね。ちょっとグリーンオーバー、
グリーンから 2,3 ヤード止まってるやつこぼれた感じです。竹内さん、ここはモイカプロ5ヤードほどアウトドライブしてます。左に曲げてしまいました。グリーン左奥、ちょっとグリーン左です。左にこぼれました。やばいやばい。はい、モイカプロ2打目グリーンちょっとだけオーバーして、ここからの3打目です。うまい、うまい、さすが距離ぴったり。グリーン手前竹内さん、セカンドショットをグリーン左に外してます。これがサードショットです。うまい、おお、ナイスです。おお、2人とも1メートル弱のパーパットを残しました。さあ、グリーンこぼれて2人とも1メートルぐらいに寄せてます。パーパットです。もういいかの勝ちはなった。ああ、ずれた。それはナイスすぎる。ボギーになってしまいました。モイカプロ同じような距離、同じような距離のパーパットです。なくなりパーットだったのに。はい、ナイスパーです。パー対ボギーで引き分けです。ハンディホールです。はい、17番ホールです。144の7です。はい、144ヤードパー3、7番アイアンでいきます。ちょっと左だけど、フェードで戻ってきて、ちょっとオーバーですけど、あ、戻ってナイスオンですね。ピンハイ、ピンハイまで戻って。ナイスオン。はい、何番ですか？8番。はい、8番アイアンです。8番で140。しか打てないんで。おお、ドローがかかっていいかも。おお、ナイス。おお。竹内さんはグリーン。ちょっとこぼれた程度で4メートルぐらいのバーディーパットです。はい、惜しい、 OK、 パーです。これ入れへんかったら勝ちがなくなる。あ、ドーミーホールか。ドーミーじゃない、ドーミーじゃないけど、ドーミーね。実質ドーミー。モエカプロ左 2.5 メートルぐらいのところに1オンです。バーディーパットです。あーし、18番ホール最終ホールです。ここまでマッチプレーは、ワンダウンしてます。モエカプロハンディを14ホールも上げてワンダウン、ここで取らないとマッチに負けます。まっすぐ打つか。はい、ナイスショット、ナイスフェードです。うん、ナイスショット。最終ホールティーショットです。竹内さんのティーショット。おお、これ今日一。ナイス、ナイスショット。綺麗なドロー、ランが出てます。パー5の2打目です。うん、ちょっとダフったけどパー5なので問題ないでしょう。チーピン系です。疲れてくるとヒップターンが。モエカプロロングホールの2打目左に刻むそうです。ナイスです。お、飛びすぎ。ああ、大丈夫です。いいところです。向かい風でちょうど良かったです。竹内さん、115ヤード、9番アイアン、ロングホールの3打目です。おいかー、おかよ。チャンプだったね。ちょっと右だけど、そんなに悪くないです。もう跳ね方が、右に跳ねて、グリーンに乗りませんでした。まあ、投げてね。
残り100ヤード、100ヤード46度でロングホール3打目です。最終ホールの、これは良さそう。ちょっとだけ短かったですね。1ヤードぐらい足りない感じ。肘を下に、はい、竹内さんの4打目です。回転で打つロングホール4打目。でかい。おいおいおい、モイカプロのロングホール4打目。OK、はい、ナイスパー。結局モエカプロのスコアは後半9ホール全部スコアカード通りのパーでした。36です。じゃあ最後はパーで締めたい。あ、打ってないし。あ、打った。竹内さん、ボギーです。ハンディホールがあるので引き分けで全部通算ワンダウン、モエカプロのワンダウンで終わりです。じゃあ、萌花選手、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。萌花選手は、ワシントン DC から、今朝フライトで着いて、西海岸時間の1時起きでした。ご苦労様でした。ありがとうございます。私はロサンゼルスからちょっと忘れ物したものあって、4時間半の、ドライブでした。ということで、まあ、お互いにあんまりスコア良くなかったんですけど、明日は絶対頑張りましょう。頑張ります。今日の反省点は、今日の反省点は、今日のターニングポイントは、パー5の2を狙った時にシャンクしたことです。あそこでダボなんか痛かった気がする。そうか、流れ的に。はい。ホールマッチはでしょ、いつもワンナップとかイーブンだからね。ハンディキャップ超いいよ。いやでも買ったことないですよそれはなんかいつも12が絶対いいですよ。12が12がいいのじゃあ明日はちょっと今日のスコアを入れて、パターハンデがどうなるか毎日変わるんで、明日は明日で、はい、計算しましょう、はいはい、簡単なコースだとスロープレーディングが低いとハンデ低くなる。あ、スロープレーディングが今日136回ったから14というハンデになったけ ど、 なるほど。スロープレーディングでハンデになる。ということで明日のスロープレーティングはまた明日チェックして、ハンディキャップ決めたいと思います、はい、それではまた明日。お疲れ様でした。お疲れ様です。